や本当に距離を置こうでその後距離を置いてうまくいってる例ってこの世にあるんですか。そうこれ本当にずっと最近喋ってるねここで。ねそうですよね。俺はなしですね。ね、そういう状況になったことありそうじゃない？ある。あった。でも別れたくて距離を置こうって言いました。私はみちょぱちゃんが言って、ね、言いました。で彼は？でも別れるは絶対納得いってくれないなと思ったから。そっちだ。一ヶ月後に会おう。それまで距離を置こうって言ってたけど結局毎日家の下に会いに来てたから、意味ねえじゃんっつって。いやでも私は別れたかったんで一ヶ月後。逆効果だったの毎日会いに来てたのは彼は。いやもっと嫌になっちゃって言ったじゃんみたいな。やっぱ距離をこうにいいみたいなんかないのよやっぱ基本。